あそこバニー出てきてるね。クレティアも罠がいっぱい怖いんだけど、なんか。よし、とりあえずハッサン使っていこう。あのバニーじゃあ先倒しに行こうかな。これなんだあれ、色がおかしいだろ。あの、ののこれバレたらどうなんの。あ、普通に攻撃できるんだね。対人間だけどボコボコにしていこうよ。はい、グッバイ。あ、ハッサン強いわ、いいね。ほほほう。ハッサン使いやすい、ほんと。何この使いやすさ、半端ねえな。敵の時も強かったけど、味方になったらまた強くなったね、これ。あら、守備力が下がった。これは痛いな。飛び膝蹴り。当たってる？あ、当たったね。よし。オッケー、万人撃破。これで出てくることはないじゃろう。どけどけどけ。で、次こっちかな？あ、ここにも万人現れてる？兵士もいるしね。どこから侵入した。いや、真正面からだよ。正面ガラ空きだわ。あ、行かさせていただきますよ。聖剣好き、ちょっと目いっぱい食べてみよう。あい、めっちゃ食らうね。お前たち侵入者だな。こら、おとなしくしろ。こら俺たちは子供か。そんなのでおとなしくなると思ってんのか。なるわけないだろう。あ、ブランに生きてるね。ちょっと待って、ちょっと待って、こっち来んな、こっち来んな。よし、そっちにも万人いるのか。めっちゃ出てきてんな。上にもあれ万人いるね。まあ、痛い痛い倒していくんですけどね。お、ブランニーのモンスターコインだ。衝撃波を伴った会心の一撃をお見舞いする。わーわー、素晴らしいね。で、このね、ブラウニーとか大木槌の一発は舐めちゃダメよ。めっちゃ食らうからね。このキャラクターの必殺技以上に食らう時もあるからね。これ万人はブラウニーに任せようか。どけどけどけ、行ってこいブラウニー。はい、ゴー。えい、当たった。え、外したよね。全然食らわなかったんだけど。かっこ悪い、あんなこと言って。これかい、人はこれをダサいと言うんです。これはかっこ悪いね。あ、まずい。よーし、ハッサンゴリ押しでいけるわ。とにかく攻撃攻撃だからね。防御なんて知らん。攻撃あるのみですよ。攻撃は最高のディフェンスだね。攻撃したらディフェンスになるね。防御で固めてる人生は送りたくないね。ハッサンのような人生がいいね。見てよ、来い来い、おら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 、泣くな泣くんじゃお前、ボコボコすんで。ただこっち来たが行き止まりだな。あ、宝箱あるね。はい、パンパカパーン。アイテムだ。そうだよね、一旦外に出ろって言ってたもん。この魔物倒しても意味ねえわな。外に出ないとね。それ無視してここまで来たんだからね。まあいいや、でもアイテムめちゃくちゃあるからね、取っておこう。あ、よかった、鍵をゲットした。あ、結局こっち来なかったら、こっち来ないといけなかったってことね。きっとこれね、この鍵を使って早く外に出ましょう。うん、これで外に出られるんだ。あっち鍵閉まってたんだね。確認するの忘れてたよ。いろいろと見てないっていうね。あ、そこにもあったのか。めちゃくちゃあるねこれ。みんなもね、一つ一つ忘れずに取っていきなさい。空っぽ、わーい、期待だけさせて空っぽかい。なんじゃそれお前、ふざけんなよ。宝箱が空っぽだった時の虚しさなんて他に例えようがないからね。腹立ったわ今。なんじゃこいつ。あの宝箱ボコボコにしてやろうか。宝箱の罪はないけどもね。誰だよ空のもん置いたやつ。よし、これで外に出たね。ふう、あら、まだ万人が来たぞ。あれ、下にもなんか湧いてきとんな。あれ、下にいるやつなんだ。こっちにうようよいるね。何これ、何これ、一体何が待っているんだ。ああ、木村だらけだ。兵士もいる。おお、ハッサンのハイテンション来たね。これちょっとボス級のモンスター来るまで残しておきましょう。今使う必要性はないね。じゃあテリオを使っていこうか。テリーもね。おお、相変わらずテリーは使いやすいね。
ミネはどうだ？ミネは前回なキャラクター、仲間になりましたからね。使いやすいか。あ、ベホマラー覚えてるのはいいよね。あ、いいわ。結構使いやすいぞ、これ。で、キムラに変身。スイスイ行こう。はい、ゴー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 。あ、いろいろと出てきてる。あ、これじゃあ、それ無視していけるってことか。先へ進むためには、水路を通っていくしかなさそうですな。次にも深い穴があるようだ。流されないように。大丈夫、キメラがいる。あれ変態だ。おんぶしたいだけなのね、自分が。魔物の群れが現れた。現れすぎだろう。まずい。ブラウニーの一撃は当たらないようにしないと。イエスイエスイエス、ナイス。いいどんいいどん。この水路から行けって言ってたよな。まあ、でもこれ、あ、本当だ、勝手に進むね、これ。でもキメラを使ってこれで空中飛んでおけば大丈夫だ。ちょっと待って、ゴールはどこになるんだ。あ、この先か。あ、このままじゃあもう先進んでいくのがいいんじゃない。どけどけどけい。若干ダメージ食らったけど気にしない。イエーイ。魔物ほとんどスルーしてこれたよ。あらま、何ですかこれは。スイッチを動かしてみる。なんか起こるかな。はい、あ、今キメラだから押せないわ。はい、オッケー。で、これを踏むことによって、あ、こっちの扉が出てきたんだ。ああ、はいはい、こっち行けるようになったってことね。待ってよ、これゴール行くには、左側を開けないとダメってことだもんね。姉さんはどこにいるのかしら。いつも心配ばかりかけるんだから。あ、目の前が閉まって、これどこ開いた？左側の真ん中が開いたのかな。だよね。ちょっと羨ましいぜ。なあ、お嬢ちゃん、俺のこと。どれみたいだ。呼ばれたいだけだろお前、さっきから。クソ変態じゃねえか。私が妹になるのよ。お断りよ。願望が半端ないね。やめて。俺は変態をパーティーに加えた覚えはねえぞ。あら、そこが開いてないのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ真ん中のあのスイッチ押さないとダメってことだね、これ。あら、下から魔物来てるね、これ。キメラさん、こんにちは。いや、これタロット自動的にね、あの四角ボタンを押せば、あの攻撃オートだからね、自動で当たってくれるんだよ。これもう一回押すと真ん中が開くはず。ほら、ここが閉まって、はい、真ん中が開くね。で、これもう一回押すと、これ右が開いて真ん中が閉まって、もう一回押すとまた左が開いて、一番右が閉まってっていう感じだね。あら！あら、ま、ここ開いてないんじゃないの？ダメじゃない！オーマイガー！ノー！違う、これどうするんだ？まずあそこ真ん中の扉開けておかないと。あそこのね。開けるとしたらこっちだな。このまままっすぐ行って、さっき踏んだとこだね。これを踏んだことによって一番左側の真ん中の部分は開いたんだよ。で、そこは左側のとこは閉まって、あ、真ん中が開いたでしょ。でもこれさっきまた戻って戻って、ちょっとめんどくさいね。まあでも魔物いないのはありがたいよ。キメラで無視してね、来ればいいだけだから。魔物も追いかけてこねえや。優しいな。警備兵も全然仕事してないけどね。楽な仕事だよ。俺もさせてほしいわ。よし。で、これ真ん中行けるようになって。で、真ん中にあのスイッチ一つあるかな。このスイッチを踏むことによって、あの三つ目が開いて、その先が行けるようになるというわけ。あ、奥に宝箱あるね、あれ。取りましょう、取りましょう。絶対取りましょう。いただきマウスでございます。さて、片方がミミックみたいなことねえよな。大丈夫だよな。怖いんだな、これ。
うおー、はめられた、嘘だろこれ。何来とんねん。さっきまで来てなかったやんけお前。うわ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 、万人も出てきてるし。嘘やん嘘やん、こんな時にハッサンハッサンハッサン行こう。ハイテンションだ。どけどけどけ、飛ばされたきゃなかった。どいどけ。おお、ハッサンの聖剣好きで鎧の巨人、鎧のじゃないや、さまよう鎧全部倒したよ。すげえな。で必殺技、なんだこの技、すげえな。ドラゴンボールの世界の話じゃないか。全部倒した、ウェヘヘイ。あ、ちょっと番人残った感じ。終わったね。あ、これで終わりかな。魔物倒すとほら開いた扉が開いたね。で宝箱取ろう。これでも宝箱取りに来なければこのイベントがないわけだからね、魔物たちも来ないわけだよ。あ、装備手に入ったね。イエス、守りのペンダント獲得。いや、取りに来た方がいいと思うよこれは。笑い袋アシスト、ラッキーダンスを踊ってしばらくの間ゴールドの入手量を増やしてくれる。金稼ぎたい時にはこの笑い袋を使用するといい。そういうこと。はいはいはい、一番左のこれが開いたね。だとはもう全部戻す作業だよ一番最初ね。あそこでなんかたくさんいるんだけど、あれ全部虫ね。あ、ちょ、あ、合ってんのか、合ってるね。申し訳ない、俺の勘違いだ。まずはこっちで左側の扉を開けて、あ、右側ね、最初。こっちを開けて、ほんで次はこの先にあるスイッチを押して、一番左側の、真ん中の扉をこれで開ける。今、真ん中は、真ん中の扉の、真ん中の真ん中の扉が開いてるからね。で、これで右側の、扉が真ん中の扉が開いたんで、これで、はい、左側の扉が開いたね。はい、もうこれはあとは簡単ですよ。で、あと1回押すだけだ。はい、ゲームセット、楽ちん。へいゆー、全部の扉が開いてる。あと素通りするだけね。行こう行こう、どこまでも行こう。でもこれ踏むとね、扉が開くので、もしかして誤操なんていうの、ちょっと間違った操作でね、何回も踏んで何回も開けちゃうみたいなミスがありそうだね。俺はなかったけども、なんか慌てちゃってね、ありそうでしょ。この宝箱はない。じゃあそのままゴール行こう。これでクリアになるかな。記憶通りだ、城の中に入れたぞ。クレティア女王の部屋はこの先だ。腹減っちまったよ。え、何？ん？なんかいっぱい来るぞ。いや、何がいっぱい来るの？はい、嘘やん。あ、頭痛がしてきました。帰りたいです。嘘やん。いや、こんなんあかんやん。オーマイガー、なんですかなんですか、これは一体なんですか。とりあえず笑い袋しようだ。ゴールドたくさんもらうで。で、ブラウン行ってこい。ブラウニー、イエース、ナイスダメージ、いいね、380。ほら見たでしょ、すごいダメージ食らうんだ。ほんで機械系のモンスターテリーの相性がいいよこれ。稲妻斬りね、これによって今ひるんでるでしょ。この時に大ダメージ与える。もう一回当てればいい。あ、必殺技来るね、避けないと。ノ、はい、オッケー。あ、まずい、ダブルで来るか。あかん、セーフ、死ぬとこだった。機械系モンスターと戦うときは絶対テリー連れてきた方がいいね。あとちょっとだ、さまよう鎧出てこい、行ってこい、よしお、お前も行け。ブダーミンね、ショーも行ってこい、ジョーね、明日のジョーじゃねえ、ジョニーも行け。名前がもう全然ね、リンクしてない見た目と。なんだジョニーって、外人じゃねえか。外人なの中身、そうなのか、全然イメージないけどね。
よーし、ナイス。あと1体。あ、まず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 。これで終わりだ。ボコボコタイム始まるよ。ジョー出して10秒くらいしか経ってないけど、もう体力半分切ってて、どういうこと？意味がわかんないんだけど。やられてるね。半分来たかな。あ、MP が足りない。嘘だろ。よし、魔法トラギリで MP もらって、よし、はい、これでセット、ゲームセット終わりだ。よかったよかった。これキラーマシンプラスなんか付属でザコついてたらもっと難しかったね。ただキラーマシン3体なんで、テリー入れておけば楽にいけるわ。おーし、終わりだ。もう終わりだよ。これ以上何するんだよ。最強の剣士に負けはないぜ。テリーはまだ何かやろうとしてるっていうね。もう俺はいいわ、お腹いっぱいだわ。全然冷静じゃないけどね。えい、無事クリアすることができました。とりあえずあの魔物がたくさんいるところはキメラでね飛んでいって、まあ経験値ゴールを稼ぎたい人は倒していけばいいけども、僕の場合はあのそのまま来ましたので、仕掛けの方もね非常に簡単な仕掛けなので、まだクリアしてない方はぜひ頑張ってみてくださいな。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。次回このクレティア女王と会うことはできますでしょうか。そちらの方は次回の実況をお楽しみにね。グッバイ、また会おうぜ。へー。